多分眠りにいる前に刺激的な体験をしたからだろう。変な夢を見た。刺激的な感じで体験。なんだ？諸角に詰められてちょっと M 気が出てきたんか、お前は。あら、久しぶりに見たな、ユリアちゃん。写真のようなものが空中に浮いている。あ、この世界でこれまであったことかな？あったなぁ、なんか、いろいろと。ちょっとこのユリアちゃんに埋められてるみたいな視点の写真もあったなぁ、そうだ。そう。ベンツ。ベンツ燃えとる方もあれでないか、お前。これ何やったっけ？この星がの髪飾りは確かゆうちゃんとの回想の時だったかな。一つ一つをよく見てみると、それはどうやら僕の記憶のようだった。ねえ、桜井君。気づくと目の前に東国が立っていた。久しぶりの登場やな、回想とはいえ。ずいぶん君の頭の中はごちゃごちゃみたいだね。何頭の中見てんだ、お前は。そうか。僕は普段から割と冷静な方だと思うけど。な、宙に漂う写真の一つを東国がつかみ取った。そこには何か文字のようなものが写っていた。目を凝らしてみるが、そこだけピントがずれてしまったように、うまく読めない。これはあれかな、記憶がうっすらとなっとるから読めないんじゃなくて、ほとんど消えている。で、読めないは読めないんやけど、字がそこにないんじゃなく、消えかかっとうけんほぼない状態になるとなろうな。ちょっと説明が下手くそ。それは冷静ぶってるだけじゃないのかな。現に君の頭の中はこんなにもごちゃついている。冷静ぶってる？人は皆役者、演じてるんだよ。確かにそうも言うけど、でも生まれ持った性格っていうのがあるだろ生まれ持った性格ねえ。何が言いたい？東国は持っていた鳥を僕に向けて放り投げてくる。僕は性格なんてものを信じてはいないんだ。どうして？多分人間にあるパラメータは影響されやすさくらいだよ。影響されやすさ。君が自分と思っているその性格も意識処理しきれない多くの環境変数で決まっているんだ。ああ、でもそうかもしれんな。成長する過程でいろんな経験をして、その小さい頃に経験したことで性格って決まっていくみたいな。だから長男ってしっかりしなあかんっていう期待の目に向けられて、おとなしい性格になるし、そういうことを感じずに、兄という制御装置を持った弟はやんちゃできる。兄にちょっとこれ以上やるなって時は抑えられるけど。そういう性格は環境で変わるな。お前の話はいちいち言葉が難しい。東国は、てへっと笑った。自分なりにちょっと可愛い声出してみたつもりです。つまりは、自分が自分と思っているそれは自分ではないってこと。そうか。つまりは、自分が自分と思っているそれは自分ではないってことか。もっとよくわからなくない？ ですよね。もうしょうがないな。そう言って東国はまた一つ写真を手に持った。これはちゃんと見えるか？なんだこれ？それを僕の方に放り投げる。その写真に写っていたのは、あの鏡だ。確かに。鏡の壁だよ。忌々しい壁だな。あの時の。お前とドライブして事故に遭ったのはこの鏡の壁のせいだ。そのせいでベンツは犠牲になったんだ。一番悲しんでるのは多分天国にいるベンツだよ。ほら、鏡越しなら見えるでしょ。正面に浮いた写真に何と書いてあるかわからなかった文字が薄い込んできた。
その文字は写真の中の鏡越しだときちんと読むことができた。許さない、その文字列は許さないだった。これが許さないってことか。誰が何、え、誰が誰に伝えた言葉、これ。京介くんの記憶にあるってことは、言われたのか言った方なんか分からんけど、京介くんがどっちかに関係しとんか。その言葉にギョッとする。これも君の記憶、言われた方か。つまり僕の記憶なんだこれ。他にもいろいろあるよ、よく見てごらん。もう時間だね。なんだお前、カラータイマーでもつけてんのかお前。3分しか戦えない的なウルトラマン的な感じかお前は。僕の目が覚めるのか。意識が徐々に浮上し輪郭を帯びてくる。正解。夢落ちと分かってる夢もそこそこ楽しめるものだな。ユリアちゃんが久しぶりに出てきてからね、結構君のこと好きなんだよ。ユウちゃんの次あたりに僕が出てきたからかな。そうだな。そう言って東北が笑った。じゃあ最後に、鏡の壁を最初に見つけたのって誰だっけ。誰だったっけ。京介くんではないし、ユリアちゃんでも、カレンちゃんではないし、神谷くんか。確か第一章で神谷が言い出したんじゃなかったっけな。どうだったっけ、終わせたな、そのあたり。でもそれが夢から覚めるとどうしてか夢の内容忘れてしまう。忘れたんかい。結構重要な。ユリノート机の上に乗ってるよ。ユリノートかあれ。確か道具が出てきたような。ダメだ、考えてもわからない。そして何かとても大切なことを言われた気がする。なんかヒントな。鏡の壁を最初に見つけたのは、でもそれが何なんて話やけど。ダメだ、思い出せない。それより神谷のことだ。神谷が怪しい。彼に直接彼にそのことを聞いてもはぐらかされるだけだ。外壁から埋めようとしたところ、外堀から埋めようとしたところ、諸角に脅された。思わず身震い。昨夜の諸角を思い出して、背中に汗をかいてしまった。さて、どうするか。町工事にはすでに話を聞いた。諸角が睨みを聞かせているから下手に動けない。神谷に直接聞いてみたところでどうにかなるとは思えない。さあどうする。その時にそのノートが役に立つのか。なんかもうそうかいう感じやもんな。だってこれまで部屋の様子映ったのにさ、このノートなかったもん。なんでいきなりここにポンと置かれとったかなって俺は思うけどな。ローはそもそも僕に敵対的だ。ふとテーブルの上に置いてあるノートが目に留まった。東国家の金庫の前に落ちていたノートだ。彼女がこの世界に来てから綴った考察などが書かれている。結局このノートを細かく読んでなかったんじゃないかな。手に取ってパラパラとめくってみる。ブラシ派事件、バミューダトライアングル、アガサクリスティの空白の11日間、キンロス事件、メアリーセレスト号、日本の一家消失事件、クローン世界の説明が詳細に記されている。一度は目を通したが、改めてこうしてじっくりと読むと見落としていた項目が多くあることに気づいた。どうせ難しくて僕には分からないと半分諦めながら読んでいたから
見落としが多かったのだろう。あれ？なんだ？一つ気になる情報を見つけた。みんなが目覚めた場所についてのメモだ。あそこか。ディスプレイの前のあたりやな。洞窟はファンシー、目覚めて集まったのがそこで、目覚める前は結構いろんなところで。ファンシーショップ、スペイン坂、ビルの屋上、東急ハンズ、本屋、センター街で、建設途中のビル109前で、なんかファッションの服とか売っているようなイメージあるけどさ、神は意外とお前ファッションリーダー的なところなんかあるんか。そこの下にハテナマークが書かれており、どうやって鏡の外を見たと、鏡の壁を見たとメモされている。鏡の壁、そう存在を最初に口にしたのは神谷だった。あ、やっぱり。確かこれは第一章で見たもん、いいよってないかな。いや、それっておかしくないか。109の構造がわからんけど、この鏡の壁を囲ったエリアの中じゃ、真ん中の方にあって壁には遠いはずだぞって言いたいんか。鏡の壁は渋谷駅を中心に囲むようになっている。渋谷の中心である109で目覚めた彼めが、鏡の壁を知るには、一度街外れまで行かなくてはいけない。あ、そうなんじゃ。109って渋谷の中心あたりにあるんじゃ。行ったことないかわからんけど。どこで仕入れたん、その情報って話か。しかし、彼は諸住、影山と合流してスクランブル交差点に来た。つまり、109で目覚めて壁際まで行き、再び渋谷の中心に戻ってきたことになる。それは確かに可能だが、でも、まずは渋谷駅に行こうとしないか。大きなヒントになりそうな予感がした。鏡の壁、どこで、いつ知ったんだそれを。それともこの世界に来て時にはもう記憶が入っとったんかな。スクラブル交差点に行くと、すでにロー以外のみんなが集まっていた。はい、ロー君、君は欠席、遅刻っていうことで、もう決定ですね。一瞬、諸住と目が合うが、すぐにそやってそらされてしまった。じゃあ今日は畑でも作ろうか。え？え？突然牧場物語的な話になってきたん、このゲーム。畑？スーパーやコンビニの食べ物にも限界があるから。やがては自給自足しないと。もうその先のことまで見据えて行動するんか。この世界に来て結構2週間ぐらい経っとんかな、そろそろ。都会の子やけんさ、畑とかそういうには疎いかなって思うイメージがあるな。二階堂はそれに無言であった。今ここで神谷を問い詰めても、場の空気を悪くして拉致が開かないだけだと思ったのだろう。僕と二階堂、神谷と諸住と町工事という二班を作り、分担を決めた。え、なんだ神谷。神谷君、二階堂とくっつけたのはあれか、しくじるなよ的なあれだ。お前、そうじゃないんだ。いや、カレンちゃんは可愛いけど、そうじゃないんだ、神谷くん。残りの3人は植木鉢を集めるとのことだった。植木鉢。僕と二階堂は東急ハンズなどから植物の種子を集める。ローは僕らには協力せず、ホテルに留まった。あいつホテルで何やってるんだろうな。一人トランプでもやってんのかな。七並びを一人でやってるとか。かわいそうなやつだな。
それじゃ、うわぁ、いきなり目の前に諸角のおっぱが出てきたけんびっくりしたよ。ハンガーを変えるときに諸角に近づく。どうしても尋ねたいことがあったのだ。近距離で小声を発した。ねえ、この世界に来たとき神谷とはどこで出会った？この質問の答えは重要だ。諸角は東急ハンズ、影山は本屋でそれぞれ目覚めている。二人がそのまま渋谷駅へ歩みを進めていたのなら、その途中で彼と出会ったことになる。109以外の場所で鏡の壁が近い場所ならば、神谷の話におかしい点はない。しかしもし109で出会ったのであれば、彼はそこから動いていないということになる。うん。鏡の壁を見る機会がない。それなのに鏡の壁の情報を知っていたということになる。どうしてですか？いやー、そう言うよね。そう言わず答えてよ。僕と君の仲じゃないか。理由は聞かないでくれ。どうしても必要な情報なんだ。諸角がじっと僕を見る。僕が神谷のことを探っているのはもうバレている。それならば堂々と聞くしかない。影山が消えてしまった今、神谷のことを知るなら諸角に話を聞くしかないのだ。それなら答えられません。こういう時にさ、神谷くんの写真とかできたら、答えますみたいな、一瞬にして顔が変わるんだろうな。多分顔の横あたりにさ、ちょっと星がキラリと飛ぶんだろうな。諸角はそう言い捨て、神谷の元に走り寄っていた。わあ、これリースされる。リークされる、それ。リースじゃないわ。リークされる、お前。今のリークされるぞ、お前。桜井くんにこういうことを聞かれたんですけど、みたいな感じで、リークされるぞ、お前。答える気はない。こちらの意図が分かれば、嘘をついてくるだろう。やはり諸角から神谷のことを探るのは極めて難しそうだった。つまり神谷くんが109で目覚めたのに鏡の壁のことを知っているのがおかしいってこと。うん。鏡の壁、まあそうやな。そうだ。他のみんなに会話を聞かれないように路地裏で会話をしていた。そんなの、諸角さんが神谷くんと出会ったのが109だったとしても、109で目覚めてから鏡の壁を見に行ってまた109に戻ってきたかもしれないじゃない。もしそうならそこまでの時間はなかったと思うんだ。東国のノートによると、僕らが目覚めたのはほぼ同時刻。僕が目覚めてから神谷と出会うまでの時間は15分ほどだったと思う。わあ、そう長い距離を、いや長いかは知らんけどさ、長そうな距離を徒歩でやったんだろ。時間15分じゃ足らんだろうなって、多分そんな感じだと思うよな。俺は東京いたことないけど。どんなに長く見積もっても30分だ。30分だとしても109から壁を見に行ってまた戻ってくるなんてできないわね。でも諸角にアプローチしてみたがダメだった。あとは本人に聞くしかないが、うまくかわすだろう。あとは神谷くんの写真があったら、諸角愛ちゃんにさ、これあげるから教えてって言ったら、喜んでみたいな感じになると思うけど、持ってないねえ。ちょっと写真、スマホで撮ったデータとかない？あ、スマホ持ってないんだったわ。これで手詰まりなのだろうか。この情報のまま神谷と相対するのは不安だ。もう少し情報収集をしておきたい。あ、待てよ。ところでさ、ゆうちゃんのカメラってまだ残っとんかな。ゆうちゃんが撮ったカメラの中に神谷くんの写真があったら、この写真あげるから教えてくれって言えるんじゃないのか。だとしたらゆうちゃんもう一つお手柄出てきたぞ、お前。あと私からも伝えるべきことがあるの。なんだ？このタイミングであなたのことが好きだよとかそういうこと言うんじゃないだろうな。大丈夫か？それはないか。桃野さんのカメラが別の場所にもう一台あったの。
もうそれに関しては驚かん気がするわ。もうそれに関しては多分もう驚かんわ、俺。うん。別に再試合仕掛けるとだったら、あと2台3台仕掛けられとっても別にどうでもよくなるわ。それって。桃野さんがあんなことになったのに、気を悪くしたらごめんなさい。でも、彼女ならあなたを監視するために、別の場所にもカメラを仕掛けるはずだと思って。そうかそうか。正直、ユウのことをさらに詮索するのはいい気はしなかった。彼女が屋上から落下した光景がフラッシュバックしそうになって頭を押さえる。しかし二階堂は事態を打開するために必死で調査してくれたのだ。そんな彼女を責めることなんてできるはずがない。大丈夫だよ。それに今の僕は夕絡みでは役立たずだから。調べてくれてありがとう。でも僕の部屋以外にどこに。違う部屋に仕掛けとったんじゃ。これでさ、神谷くんの部屋に仕掛けてやったってことだったら、嗅覚すげえなって話になるよな。ゆうちゃん嗅覚すげえなって。そんな都合よくはいかんか。二階堂は見ればわかると言わんばかりにポケットから小さな黒い塊を取り出した。カメラか。設置してあったカメラだろう。重要なものが映っていたわ。うん。二階堂の言葉に思わず唾を飲み込んでしまう。彼女が録画を再生したカメラを僕に渡した。あ、廊下か。ホテルの廊下が映っていた。影山を呼び止めているカメラが映っている。映像を見つめているとやがて人影が映り込んだ。神谷くんが出てきたな。哲くんがおるってことは時系列的に三章の途中とかそれより前ってことになる。神谷と影山。これは影山くんがいなくなる直前の映像よ。そうなるな。え、それって僕が犯人として疑えていたのは、東北がいなくなった時も影山がいなくなった時も二人と最後に会った人物とされていたからだった。もし影山がいなくなる直前に僕ではなく神谷と会っていることが分かれば。ああ、そうか。つまりこれ、この映像がさ、このまさに第3章のラストのさ、桜井くんの部屋から出て行った後の映像だとしたら絡んどるかもしれんな。哲くんが消えたことに神谷くんが。僕の犯人疑惑は晴れ、神谷が疑われることになるだろう。あいつの証言は嘘だったのだ。これだけ決定的な証拠があれば彼も言い逃れはできないでしょ。その時系列ってことなの？この動画が。それなら今日神谷に聞いてみようか。ちゃんとローを読んでな。ちゃんとローを読んでな。お前善は急げ。もたもたしていたら諸角の邪魔が入るかもしれない。あいつのことやけん、もしかしたらゆうちゃんみたいに写真消すかもしれないな。証拠が揃っている今の状態のまま神谷と相対すべきだろうと思った。私もいるし大丈夫でしょう。二階堂が共に戦ってくれるのは心強い。二階堂と共に神谷の部屋の前にやってきた。深呼吸をしてドアをノックする。神谷、僕だ。入っていいか。大丈夫だよ、どうぞ。おお、みんなローもおるんだ。え、意外にもローがおる。てか、諸角お前、普通に神谷くんの部屋おるんな。扉を開くと、神谷だけなく、諸角とローもいるようだった。でもちょうどいいかもしれない。こちらは自分と二階堂、向こうは三人。不意な状況に足が止まる。はい、しかし、ここまで来たんだ。促されるまま部屋に入っていく。
あーやっぱ諸角が警戒してるな。前から思ってたけど、諸角なんでお前の髪の毛ってさ、ちょくちょくふわふわ浮いてんだ。お前は諸角がこちらをじっと見てくる。おそらく僕が諸角に話した内容は神谷に筒抜けだろう。あの話な。神谷、少し時間いいか。話したいことがあって。どうしたの？もちろん何でも話してよ。二人が一緒でもいいかな。むしろ諸角はともかくローが一緒におるんはいいことじゃないかな。あ、勝手に話せよ。俺は見てるだけだ。単刀直入に言うわ、神谷君。この世界について私たちが知らない情報を持っているでしょう。鏡の壁を知り得た、なんか情報源的なのがあるんかな。知ってると。鏡の壁は何なのか。何も知らないよ。状況は君たちと一緒だけど、あれやな、この前なんか思い出したって言った時の内容で、なんかこの世界に結構重要なことし頭に入れておきながらみんなに話しないかもしれんな。神谷、一つ確認したいことがあるんだが。何？目覚めた後、諸角と影山とどこで合流したんだ？この質問で神谷のミスをあぶり出す。彼に鏡の壁を見に行く時間なんてなかったはずなんだ。ファンシーショップを過ぎたあたりだったかな。ファンシーショップ？俺が鏡の壁を見に行った後くらいだったから。俺がこれから聞き出そうとしたこと、先回りされた返答をされてしまう。ここまで呼んできとんやな。これで神谷を問い詰められる状況ではなくなってしまった。焦りから手に汗がにじむ。そっか。それがどうかしたの？あ、いや、なんでもないんだ。ここまで先回りしとってことは、桜井くんがどう質問してきて、それに対してどう答えようかって、もう大体考えが整っとるところなんだろうな。なんだよ、怖いな。一番怖いのはお前だよ。だがこの質問はあくまで探り程度のものだ。本番はここからだ。そうそうそう。それじゃあ別の質問なんだけど、ちょっとこれ見てくれる？二階堂がビデオカメラをポケットから取り出す。中に保存された映像を再生した。影と神谷と影山の二人の様子が映っている。この後影山くんがいなくなったのよね。これちょっとアリバイが崩れてしまったっていうか、証言と食い違いが現れてしまったわけで、それでちょっとそれに対しては諸角がちょっと心配そうな顔で見始めました。神谷の様子を確認すると、まとっていた余裕の雰囲気が無償した。影山くんがいなくなる前、最後に会ったのは桜井くんだという話になっていた。だからこそ桜井くんが、ああちょっとああいう犯人だと詰め寄られた状態になったわけだが、それを言い出したのはあなたよ。それで桜井くんは疑われることになった。でもこの映像が、分かっていて桜井くんを貶めたのね。まあ自分が責められんために、桜井くんに、なんつうか注目を集めたっていう言い方もできなくはないが。いや、そうじゃない。それならどういうこと？確かに俺は影山と話をして、最後に会ったのは俺だ。嘘をついたのは桜井を貶めるためじゃない。自分の身を守るためだって言いたいんだろうな。理由は言えないが。言えないんかい。ちゃんと理由を話して。でもこれはちょっと神谷くんが怪しくなってきたというか、みんなに対してちゃんと怪しいって言える証拠が出てしまったわけだが、あなたが犯
てるのよ。疑えてもおかしくない証拠が出てしまった。あなたはみんなをコントロールできる立場にいた。誰かを消すのだって自由自在でしょ。うん、そうじゃないよ。だから私たちが納得いくような説明をして。だが神は表情を崩さない。どうしても言えないんだよ。何を思い出したんだろう、あの時。だからそんなこと言える立場じゃないでしょ。ちゃんと話して。その時が来たらちゃんと話す。今ここで話すことはみんなにとってマイナスにしかならないんだ。何なんだ。それはみんなが判断する。あなたが勝手に判断できることじゃない。神悪の中で何が起こっとん。どんな考えが起こっとんじゃ。沈黙のまま時間が流れる。その時、おい神谷、お前政治家の子供なんだから多数決で決めればいいじゃねえか。民意で決めようぜ、民意で。何お前、お前突然声出すとかと思っとったらさ、こんだけちょっと怪しい状態になっとるのに、お前神谷君に対してはなんか民意で決めようって、投票で決めようとしようんだ。お前ふざけるな。そんなの僕たち二人が不利に決まってるだろ。そうやな。この提案に乗った段階で負けだ。ローの作戦にはまるわけはいかない。それにさすがの神谷もこんな無茶な話は認められないだろうと思っていたが、わかった。俺が説明をするかしないかで多数決だ。通っちゃった。神谷がまさかの発言をした。そんなのおかしいわ。ちゃんとみんなが納得いくように説明するのはあなたの義務よ。そうじゃない。話すことにリスクが伴う。話した後で話さない方が良かったとなる可能性だってあるんだ。だから多数決。神谷、往生際が悪いぞ。何とでも言ってくれ。それじゃあ多数決取るよ。俺に全部を喋ってほしい人。おい、おかしいだろ。やめろ。多数決なんて認めない。そもそもそっちは結託してるでしょ。町工事君を呼びましょう。そうだ、町工事何やってんだ今。今度は町工事が一人トランプやってるのか。今決めるんだよ。町工事に話すか、また後で決めればいい。そんなの卑怯よ。町工事のけ者されてるよ。どうした、諸澄。手を挙げない。俺に全部を喋ってほしいんだろ。二階堂の方を見た。この場は撤退することを提案するつもりだったが、二階堂の決意のこもった瞳に驚く。二階堂は多数決をやる気だ。おい、二階堂。口車に乗せられた。やめろ。相手の思うつぼ。こんなのに乗る必要はない。諸澄さん。二階堂がまっすぐな瞳で諸澄を見つめる。あなたも本当のところは聞かされてないわよね。神谷君の口ぶりなら他の誰も知らない。彼しか知らないのに、ここで神谷君に勝たせてしまえば、彼に都合が悪いことは全部隠せることになってしまう。それを崩せるのは今だけなの。さあ崩せるか。神谷信者の諸澄の考えを崩せるか。二階堂は誠実な思いを伝えて諸澄を味方につけようとしている。おお、人狼ゲームや。もうトークゲームが始まってきとるもん、こっから。いかに神谷を信奉しているとはいえ、諸澄は間違ったことが大嫌いだ。彼女ならこの場で僕たちの味方をしてくれるかもしれない。この辺りどうなっときとんだろう。曲がったことが大嫌い、でも神谷君は大好き。さあどうなる。神谷君が大好きってまだちょっと違うけど。頼む諸澄。